皆さんお久しぶりです。岩鳥です。せーの、岩鳥です。今日は場所を那須塩原市市役所にて、岩鳥を撮影しています。そして今日はね、なぜかみんな赤い帽子をかぶってるんですけど、この説明は最後にしていきたいと思うんですが、子どものテーマに話していきたいなと思うんだけれども、子どもの貧困というところで話を進めていきたいと思います。その前に、お久しぶりなんですが自己紹介をいきたいと思います。じゃあいつも元気のみゆみゆです。そしてはい、こんばんは、那須塩原市社会福祉協議会の柴田です。よろしくお願いします。こんばんは、岩ドリーム代表の菊池壮太です。よろしくお願いします。一般社団法人縁顔の浜野です。よろしくお願いします。こんばんは、ユアドリーム副代表角田純也です。よろしくお願いします。はい、特別養護老人ホーム樹山荘の施設長の渡辺です。よろしくお願いします。そして、メリークリスマス。なぜ市役所でやっているか、それは今日私も参加をしたいからお願いをしました、那須塩原市長の渡辺道太郎です。林さん、一緒に動画映るの久々ですけど、相変わらず暑苦しいですねでもそこがいいんです。今日はよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。超久しぶりの岩鳥なんですが、なぜね、この12月この貧困について話したいのかは一番最後に持ってくると思うんですが、そもそも貧困って何なの。今那須塩原市でも相対的貧困とか出てきたんですが、いろいろ今日はね、いろんな力強いメンバーが集まってきているので、貧困についてちょっとね、話していきたいなと思います。市長、貧困ってどう考えますか。はい、私はですね、市長になる前、政治家になる前にですね、実は学習塾で講師をしていました。貧困っていろんな形があると思うんですけど、私は一つその教育による貧困の影響というのをですね、当時からすごく感じていました。学習塾で講師をしていると、保護者の方とね、面談をするわけです。上の子を、例えば上の子をどうか、公立の学校に進学させてくださいと。そうしないと私立だと下の子の進学がもしかしたら危ういかもしれません。そういった悩みをたくさん聞いてきました。やっぱりね、お子さんの教育、皆さん勉強好きですか。少し苦手です。苦手大嫌いです大嫌い。皆さんはね、勉強好き嫌いありますけど、世の中には勉強は本当は勉強したいんだけど勉強ができないんだ、そういったお子さんもいらっしゃるわけであります。もちろんこれ、テスト好きですか。テストは大嫌いです好きじゃありません、テスト好きっていう方が珍しいかもしれませんけど、テストやれば当然ね、点数によって差が出るわけです。これはね、もう仕方がない、結果は様々ですけども、やっぱり機会は平等じゃなきゃいけないな。テストを受けられる機会は一緒じゃなきゃいけないだろうし、学校で授業を受ける、この権利はですね、平等になきゃいけないなと思っておりまして、私が政治家になる、きっかけの一つが、そういう教育における、貧困の格差というのをですね、感じたからなんであります。皆さんも一生懸命勉強してテストで良い結果を出してください。ありがとうございます。機会は平等にっていうところなんですかね。今日はね、力強いメンバーがいっぱいいるんですけど、まず最初に高校生の2人に貧困ってどう思うのかちょっと聞いてみたいなと思うんですが、じゃあまず蒼太から。はい。貧困っていうのは少し、身近に感じる部分もあれば、ニュースとかでよくやっているところを見ると、少し自分とは遠いところにあるような気も してて、だけどそういうところで僕が在学している黒磯南高校ではフードバンク黒なんていうものがあって、食べ物いらない、必要のなくなってしまった家庭内で余ってしまった食べ物を、貧困困っている家庭に届けるっていうものがあるので、少しずつ変えようとしている動きがあるんじゃないかなと思います。はい、学校自体でもフードバンクをやってるってことなんだね。それはきっといろんな学校でもできるし、いろんな地域でもやれることがあるよってことなのかもしれないですね。ありがとうございます。じゃあ純也は。はい、僕はその貧困っていうのは、さっき話した
十分な食事が取れないとか、うん、十分な生活ができないとか、そういう経済的な面っていうのももちろんあるんですけど、うん、基本的にはその体験する機会っていうものに、フォーカス当てて、例えば、科学技術だったりが例えば発達して家事の負担が減ったとします、うん、というか、まあ、最近減ってますと、うんうんうん、でもそれに伴ってその、うん、子供が家事に参加する機会が減ってるんじゃないかなっていうのも感じてて、もう単純にお父さんお母さんのお手伝いをする必要がなくなったぐらいどんどん家事が楽になっているから、そういった面で生活をする能力っていうのも少しずつ衰えてきて、後々の生きづらさにもつながったりするんじゃないかなと思ったりもしてます。なるほど、すごい。後々の生きづらさにつながっている。この前こんな話を聞きました。雑巾を絞れる子がいないと、大学生だったんですけど、雑巾を絞ったことがないからこうやって押して雑巾を絞ってたんです。そのように体験の貧困から、自分の経験が少なくなっちゃうということもあるのかもしれないですね。そういったこう人のつながりみたいなのをちょっといろいろ縁側さんではやってると思うんですが、はい、浜野君はどうですか？貧困ですよね、うん、そうですね、まあ、いろんな社会課題がある中で貧困っていうのは本当にこう根本の社会課題の中でもすごくこう川上と風下に分けたら川上の方によく位置づけられるものですけれども、うん、例えばその貧困になってしまったとしても地域の中で誰かが支えてくれたりとか、誰かがちょっとこう余った食事を、さっきのフードバンクじゃないけどくれたりとかすれば、もうちょっとそんなにこう苦しまずに、まあそこまでいかなくても誰かに頼れるみたいな、頼る先があるともうちょっとこういいんですけど、今の社会の中でどうしてもそのつながりがかなり希薄になってきてしまったことは、すごくそのある貧困を加速させている一要因にはなっているなというふうに思っていて、今下野新聞さんが取り上げてくれている社会的処方という言葉がありますよね。あれは例えば、糖尿病になってしまった人がいると、でもそれは、例えばその人が働き手で、その人だけで家庭を支えるためにずっとこうその人働き続けていて、夜も寝れなくなってしまい、夜寝るために過剰に摂取して貧困から抜け出せなくて糖尿病になってしまったとしたら、なかなかそれはその人だけのせいにはできなくって、そういったところに処方するべきなのは薬とかだけじゃなくて、その他にも助けてくれるつながりだったりとかが必要だよねって言って、社会的つながりをもうちょっとこう提供しなきゃいけないよねっていう観点から、社会的処方なんて言葉も最近すごくこう宇都宮の医師会さんとかも頑張って広めてくれていますけれども、貧困っていうものと、もう一つその人とのつながりってものはやっぱりこう切り離せずにあるんだなというふうに思います。ちょっといいですか？はい、今ですね、非常に良い話をされてましたね、うんうんうん、さっき林さんが、まあ、相対的貧困率の話をされて、まあ、那須塩原はですね、まあ、独自に、まあ、ちょっと調査をしまして、まあ、子育て世代ので 15%、まあ、15% がちょっと貧困、まあ、相対的貧困と呼ばれる経済状況にあるのではないかということで、結果が出たんですけど、まあ、正直に言うとですね、那須塩原って全国平均よりもちょっと貧困率が高いんですね。まあ、もちろんこれって、まあ、那須塩原市が、まあ、自分は市長だからって言い訳するわけじゃないですけど、この那須塩原市が悪いというよりかは、まあ、一つはこれそもそもサンプル取る数がちょっと多いと。あ、今日部長いますけど間違ったり言ってくださいね。大丈夫ですよね。まずサンプルが多いんじゃないかっていうのがあるのと、それからやっぱり今おっしゃったみたいに、貧困になってしまった原因はどこかとか、要は貧困であるという状況はこれはどこから来たのかっていうのをですね、今言ってるのが、例えばこう那須塩原市に住んでいたから貧困になっちゃったっていうのか、それとも他の地域で、まあ、ちょっと貧困層の人たちが、まあ、那須塩原じゃないとちょっと暮らせないよと、まあ、つまり那須塩原よりも過疎化が進んでいるような地域、例えばこう遠コンビニまでものすごい遠いとか、そもそも働く場所がないと、だけど那須塩原に行けばなんとか働けるかもしれないとか、那須塩原に行けば、まあ、そんなに車乗らなくても買い物できるかもしれないとか、まあ、そういった理由で移ってる方もいるので、まあ、なんでこう今貧困率が上がっているかっていうのは今ちょっと調査をしてるんですけど、やっぱり貧困、まあ、一つはね、やっぱりこう貧困になってしまった人に、まあ、助けなきゃいけないとあるんですけど、やっぱり原因はどこから来てるのか、この貧困になってしまった原因、それから貧困はどこから来たのかっていうのをですね、今ね調査をしているところであります、うん、すいません喋っちゃって。ありがとうございます。貧困って一つの側面では解決できなくて、こう複雑にいろんなものが絡み合っているから、
貧困なのが問題ではなくて、貧困を助け合えない社会が問題なのかもしれないっていうところなんですかね。今この後ろにも世界を変えるための17の目標ということ出てますが、このゴール17番、パートナーシップで目標を達成しようってあります。今日も様々な、分野の方が来ているんですが、このみんなで、みんなでこう助け合って、みんなでこう知恵を出し合いながら解決することもあるんじゃないかなということもあるので、この後みんなでまた相談をして、こんなことやっていたら貧困は解決するんじゃないかななんて思っていきたいと思うんですが、その時にはぜひぜひまたみんな協力をお願いしたいと思うんですが、どうですか？イエーイ。ありがとうございます。じゃあ最後ですね、なぜ今日は帽子をかぶってたのか、純也くん説明をお願いします。はい、12月22日日曜日、はい、11時から15時におきまして、はい、宇都宮の二原山神社前バンバ通りにて、1日3体になって子どもの貧困をなくそうというイベントがあります。参加してサンタの格好をして走るのもよし、このようにですね、で、街頭で応援するのもあり、寄付をして参加することもできます。ボランティアスタッフとしても参加できますので、たくさん関われる機会があるので、ぜひ皆さん参加してほしいなと思います。林さんって走ってなくても走ってるように見えますからね。そうですよ、一緒に座ってるだけでもこの人走ってるなと思いますからね。テンションだけでね、テンションだけでね。ありがとうございます。元気が取りえです。じゃあですね、12月22日サンタデラン、ぜひご参加をお待ちしてます。で、今年はね、那須塩原市で公演応援してますので、ぜひぜひみんなで参加してください。よろしくお願いします。お久しぶりの岩取りですが、どうでしょうか。上手にできたかしら。満点です。満点です、はい、いいですか。なんかグダグダな気がするんですが、大丈夫です。じゃあまた次の機会の時にはご協力お願いします。じゃあ岩取り久しぶりの撮影でしたが、これにておしまい。バイバイ。バイバイ。